相手のパーティーすげえさ、俺が使いそうなパーティーだけど、ロズレイドは過去に1、2回しか使ったことがない。使ったことはあるんだけどね。こういう時バシャーモがいたら全員ぶち殺せそうな感じだけど、バシャーモいないからな。そこは諦めるしかない。まあ、ロズレイドをメタルだったら、ラティじゃない、ハッサムとドラムを両方出せば、両方倒すってのは無理だから、アメザパーの使用上ね。だから、そういう意味では、両方出したいけど、まあ、普通に考えたらメザ炎な感じがするな。ただ、相手、サンダーもドラムもいて、メザ炎を連れていけるかっていうと、強なさそうですよね。ただ、ロズレイド持ってるから、メザパーを警戒しなきゃいけなくて、どうしよっかな。ラティが逆に刺さってる。逆にって言い方変だけど、ラティはまあまあ、ラティドラン何かで行こう。相手のランドロスが重たいから、スイ君かランドロス。ランドでもいいかもね。難しいぞ。スイ君にする。どうしよう。ロズレイドに強いのはランドロス。強くはないけど、弱くはない。ランドにするか。はい。では対戦よろしくお願いします。まあ、ロズレイド入れることによって、バナとか、バナじゃねえわ、不思議バナじゃなくて、キノガッサに対してかなり強く出れるっていうのと、あとなんだろうな、まあ、レヒリあたりも強いのか。おっと、ここさぁ、いや、引きたいんだけどさ、だ引くんだけど、嫌だな、これちょっと。波乗りをしてきたら次ラティに引けばいいから、そこはいいんだけど、トリックとか押してこないだろうな、この対面で。最悪スカーフで縛ればいいやみたいな。とりあえずこっちが先に交換、相手は交換しているかどうか。流星群を引いてよかった。スカーフかな、パワーで判断しよう。でもこれちょっとパワーない気もする。ここ大地の力を打つの見え見えだけど打つか。見え見えだけど、だからこそランドロスとかに引いてきそうだけど、だここでドランに引かれた時の方が嫌なんで、ここは大地の力でいいと思うんだよな。あ、ランドロスか、まあ、これは僕の大地の力が読まれましたね。ここはステロの可能性はあるけど、まあだったら初手に投げてきそうな気もするし、守って技を見よう。次のサイクルはどうするか考えどこだけど、今んとこ相手ハッサムが重たいんだよね。今んとこ相手ハッサムが重たいこと考えると、サンダーかドランはいると思うんだよな。だからここはランドロス。まだこのランドロスの方判明してないですからね。今のターンはトンボをしたけど打ち分けできるって可能性もあるからな。まあ、スカーフの場合は打ち分けできないんだけど、まだスカーフかどうかも分かってないですから、なんかラティがスカーフっぽい感じはしてるんだけど、まだ断定はできない。はい、トンボ帰り。まあいいでしょう。ラティ出してきたらレイビーとか押してきそうですね。ラティ押す、レイビー押してきそう。それかランドに戻すかな。ここはだからトンボ返り。レイビーは直機持ってしたいるはず。え、 Z、 それもそれでいいや。耐えるっしょ。結構ギリギリだったな。てか畑を押さなくてよかった。トンボがまだ入る、まあ、トンボも落ちないんだけど、畑の方が全然入んないし、突っ張ることになってたからな。ここはドラン、ドラゴン Z ラティオスはやっぱ考えるけど、あれだよね、どうしてもアゴディアってなっちゃいますよね。あとメガネによって技範囲取ることによってアゴとの差別化ができる点があるけど、あとはあの地面向こうとかね。ドラゴン Z にしちゃうとどうしても突破力で考えるとアゴの方が上だからな。ここどうしよっかな。ドランだと思うんだよな、ラスト大地の力。もう一回押す。ここは10万ボルトステカーも、だこれさすがにもうドライナーそうだな。うんだよね、さすがにいないわこれ。だから毒でいいかな。さっきの1回
なんだろう、ランドに引いて次のサイクルでドラに引くみたいのは全然ありえたんだけど、瞑想、あ、瞑想の技の方、まあそれでもいいや。技範囲的に瞑想10万、待って、瞑想10万流星群、羽休めがあるかどうかだけど、その構成でドラを突破するってのは相当きついはずや。この安易に守るしたくないな、瞑想型だから。ただ瞑想10万だと結構電気 Z の方がメジャーな気がするけど、ラティオスは、まあ、ラティの方にメジャーもクソもないかもしれないけど、コカドクドクレンダー相手は最後にランド一発殴れるってなると最悪ラティと同速対決ができるから、ラティできれば残したいと考えると思うんですよね。だよな、オッケー。ランドロスでこいつにドクドクが入ったのもでかいけど、まあ、ランドロスだけ見るんだったら一応噴煙のが良かったですね。まあ、ただサンダーに対して噴煙で火傷引いちゃうとあんま美味しくなかったんで、さっきも言ったように相手ハッサムが重たいからサンダーかトライいると思うんだよね。それかロズレイドロズレイドはちょっと考えづらいっちゃ考えづらいけどな。であのラティオスだったらドラ無限にナト投げできるんで、ここはまず守る。押してくる技次第だけど、トンボ返りかハタキだと思うな。ここバカリキー、これスカーフっぽいな。スカーフだなこれ絶対。スカーフだろ。いや決めつけ良くないかな。でもさすがにバカ力トンボ型でスカーフじゃないっていうのはあんま考えづらい。これは T に引こう。トンボは耐えるし、畑もガッツリ振ってなければ耐えるはず。バカ力、オッケーオッケーオッケー、多分スカーフ。サイコショックでいいかな。引いてきた。ラティ毒も入ってるし飛びそうな気がするけど、ラティを切ってくるの分かってて流星群を押したくなかったというあれ。多分毒も入ってるし本来のサイコショックで落ちなくても飛ばせると思うんだよね。メガネショックだって落ちそうだけど、だよな、オッケーオッケー。ラティは B はそれほどですからね。まあ、ただ一般ポケモンぐらいにもある。数上は有利取ったけど、ハッサムか。ああ相手ハッサムが重たいからハッサムできたの。全然いいや、ドラン出してよかった。逆に相手はこれドラン結構重たいな。ランドに多分スカーフ出してあれ、はい。まあただバカ力持ちですからね、一応だけど浮いてるポケモンに対してドラに対してバカ力押すことによって浮いてるポケモンにも打点取れるみたいなのはありますね。研磨家、クソ速いハッサムが上から研磨ばかりしてくるパターンあるか。でもシノドラもそれなりに振ってるからな。噴煙、上から通る。これバカ力押してるかもしれませんね。デス振ってたのかもしれないけど、うちのドラムもなんか穏やかドラにしたら振ってる方なんで、まあでもやっぱハッサムのバカ力でドラムを倒そうとするのは結構無理があるよね。そもそも研磨積まなきゃ落ちないからな。だったら個人的にはトンボでサイクル回すか、畑で持ち物を一旦落としてからサイクル回すかって方が個人的にはまだいい気がする。でここは多分スカーフで畑連打とか、あと多分勝ちでも勝てるんだけど、ここランドで威嚇に行くのは悪くないはず。この構成で、あ、はい、対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがリザガルド、コケコ、ポリッツ、グライオン、ハッサンということで、ドラを出したいけどグライオンがうざいと言われ、ハッサンはそれなりか。リザードン考えなければ。スイ君もですね、どうしよっかな。これドラン、スイ君、ラティオスとかでいったらどうだ。これドラン出したいな、やっぱポリゴン2も考えると。リザードンがただ肩に寄り切りだから、ただドラゴン突破されるリザードンって要は気合玉リザバイとか地震リザ X で、その場合やっぱランドロスがそれなりに刺さるんだよね。ランド自体の刺さりは悪くないんだけど、やっぱグライオンが嫌っていうのがありますね。まあ、グライオンは仕方ないか。ある程度ラストをスイクにするか、ラティオスにするか、ハッサムにするか。ハッサムにしたらリザが来ない場合には
だいぶ活躍してくれそう。来た場合にはまだドランランドリザーバーマンももう一回見えてるから、これで行ってみるか。入った一戦よろしくお願いします。さあ誰から来るかな。一番嫌なのはマグライオンなんだけどね。ポリゴン杖、まあ悪くはない。ただこれトレースされるとさ、トレースか、ダウンロードか。それはいいや。ここさ噴煙あまりにも読まれるよな。でも噴煙押すか。グライオンに引いてくる場合に噴煙で火傷引ければ相手のポイヒーが発動しないんで、3割でめちゃめちゃいいアドを取れるっていうのがあるんですよね。で、まあ、ポケモンをやってる皆さんなら分かると思いますが、ポケモンにおける3割と8割のことなんで、まあ、つまりここでグライオンに引いた場合は8割でアドが取れる。必然的にアキラが引いてきた。グライオンに引いてこい。オッケー、これ焼ければマジででかいぞ。さあ8割で勝てるこの勝負で、噴煙焼けろー。え、焼けない。しかもポイヒじゃねえし、なんだこいつ。いや、まだ分かんないのか、ポイヒじゃないかどうか。え、分かるよな。え、このターンに発動するよね、ポイズンヒールって。これ怪力バサミかも。いや、え、どうなのこれ。いや、分からん。あれ、ポイヒってさ、交換機に投げて発動するよね。だからポイヒじゃないから怪力バサミなのか。やべ、混乱している今。私混乱しております。で、ハッサム、ああ、やっぱ怪力バサミっぽいよこの感じ。岩石封じ、ステロとか巻いてくんのがね。まあ、ステロ別に巻かれてもいいな。リザードに引かれるのが嫌なんで、トンボ狩り遅う。はい、引っ張ってきた。地震だかトンボ返りだか、あの辺か。挑発、あ、オッケー、研磨が嫌だったパターンか。それはいいや。でも研磨が嫌だってことはリザードじゃないのかな。リザの場合別に研磨されてもいいもんな。その場合ここもうステロ巻いてリザでの全抜きを狙ってきそうな感じはあるが、ちょっとわかんねえわ。ホランドロスで畑へ倒しに行こう。多分タスキだから物は落とせるはず。これ怪力バサミであれだけどね、これでもあれだな、普通のさ、毒マモグライオンの方が嫌だったね。個人的にはというか、やっぱパーティー的な問題だけど、選出的にも。まあ、何してもここは畑一択でしょ。ポリゴン2に仮に引いてきても奇跡落とせるわけだし、畑自体はかなり通っている相手のパーティーに対して。考えている。なんかステロマイって退場みたいな感じな気がするけど、ランドに挑発することは多分ないだろうし、引いてきたポリゴン2だったらそれ美味しいけどな。ポリゴン2ラッキー。岩技とかを期待した感じですかね。しかもこれ映画上がるんだよね、シノランドロス、D、直径で D に振ってるから。で、はたいてトンボしよう。ここトンボして、仮にグライオン来たらハッサムで仕留めればいいし、突っ張ってくるんであればドランに行けばいい。めっちゃ入るじゃん。まあ、奇跡落としたかって言っても、なんか C に振ってそうな感じがしないでもないけど、目覚めればは地面を食らっても、まあ落ちることはないんで、そこはいいでしょう。はい、冷凍ビーム素直に来るな今のところ。よし、じゃあここは毒毒を押しますかね。はい、毒毒。相手は自己再生、全然いいぞ。相手めちゃめちゃ素直に来てるけど、なんか大どんでん返しがありそうこっから。でもどうだろう、こっから負けるとしたらリザードンだけど、リザもランドがあんだけ HP 残ってなんとかなりそうではあるけど、ここは踏んでいいっすね。さすがに瞑想コケコに全抜きとかはされないだろうし、
やべえ、クソネミ。噴煙。はい。シャドウボーレ。死に出ししたいっていう意図が見えるけど、どうだろうね。リーダーのが引いてない。噴煙レンダーでいいと思うけどな。相手、ポリゴン2のゴーストしたら一応ランド警戒だろうけど、もう死に出しして、なんかで全抜きしようみたいな意図がすげえ見えるわ。まあ、このポリツで起こされてもこっち困らんしな。うめん。はい。それかあれか、グライオン出してギロチン押すみたいなやつか。それやめていただきたいけど。で、ドクドクでポリゴン2がまだ落ちないけど、次の技で落ちますね。ここは噴煙で。守るとかしなくていいっしょ。相手ポリゴン2は突破とは。もうグライオンから来た場合は乱闘に引きましょう。引かなくてもいや、引いた方がいいな。ラストガルドとかの可能性も一応あるし、ハッサムの可能性もありますからね。ハッサムの場合はドラン残さないと負ける可能性がまあまああるからな。ハッサム対決になっちゃうし。グライオン、ここは残そう。まあ、ただハッサムから入、いや、ランドから入る方が、ハッサム出して、それ一点読みでリザードンとか投げられたら、積まれることになるから、ランドロスでいいや。でも、リザがいる場合はもうドランの前で待ってきそうな感じがあるし、リザじゃなくてハッサムなのか、俺。ただハッサムの場合さすがにこっちのドランが重すぎる気がするけどな。この方のグライオンでドラン見るのは無理でしょ。ドクマモ型だったらいくらでも後投げていいけど。威嚇が入って岩石封じ、それはいいぞ。じゃあここははたくか。はい、ラストが出てくるのかグライオン切ってからなのかわからんけど、はい、で、はたきでグライオン突破と。オッケー。あ、ギルガルトか。じゃあ大体勝ちだな、自信で。まあ、ほぼほぼ勝ちだと思うけど、剣舞ガルト、ああ、確かに剣舞の場合だけ負けがあるか。まあ、だけどこれ鍵打ちでドランが落ちるとも思えないから、自信連打すればいいね。ランド出し、ランドで威嚇連打しとかやんなくていいはず。自信連打で隠れ直し読みのさらに剣舞とか聖剣とかされた方が嫌だし、ここは殴ってきた。そいつはいいぜ。シャドウクロー、はい。で、あとはドランで殴って勝つと。見てなかったけど、弾すげえ眠くてよそ見してたわ。はい、あとは噴煙で勝ちと。はい、対戦ありがとうございました。から負けることないよな。はい、ありがとうございました。